ほちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。おめでとう、まほ。はい、これ私たちからの誕生日プレゼント。ありがとう、みんな。はあ、なんだろう、これマグカップだ。しかもレコード型のコースター付き。へえ、結構凝ってて可愛い。でしょでしょ。それだけじゃないのよ、マホ。コースターをよーく見てみなさい。コースター？ハッピーアラウンド。ハッピーアラウンド？最初はそのマグカップだけを送る予定だったのですが、リンクさんがオリジナルのコースターを作れるお店を見つけてくださって、みんなで相談してハピアラのレコードをイメージしたコースターを作っていただいたんです。もちろん盤面のデザインはこのムニちゃんよ。ほら、ここにみんなをイメージした花が書いてあるでしょ。この花、そういう意味があったんだ。はあ、すっごく嬉しい。ムニちゃんかかればこれくらい朝飯前よ。正直コースターに留めておくにはもったいないくらいの出来よね。あ、相変わらずすごい自信。でも私もムニさんと同じことを考えていました。私たちだけで楽しむのはもったいない、そう思ってしまうくらい素敵なデザインだなと。それはまあ確かに。それじゃあ次の新曲はレコードで出しちゃう？このコースターと全く同じデザインでさ。あ、それいい、すごくいい。ではそれにふさわしい曲を作らないといけませんね。責任重大です。なんだかいいな、こういうの。どこまでも賑やかで楽しくて、もう一つの家族みたいな。でもその前に真帆ちゃんのお誕生日パーティーの続きしよう。あ、そうでした、すみません、つい曲のことに夢中になってしまって。あはは、いいって。私も一瞬忘れかけてたし。みんな今日はありがとう、思いっきり盛り上がって、それから最高の一曲作っちゃおう。真帆ちゃん、真帆ちゃん、来年も再来年もこの先ずっと一緒に誕生日をお祝いしようね。みんな今日は本当にありがとう。泣いてないって、見るな、覗くな。真帆、そのいつもありが聞こえない。もういつもありがとう。真帆さん、おめでとうございます。真帆さんが私たちをつないでくれるからハピアラは一つなんです。